はい、学習院の学習院、はい、はい、バッテオーバーズなんとか大学はさあどれにしましたか。下むちゃちゃんで、さあ今回はですね、さんですね、はい、でまあアイドルグループをやってて、で受験するということで、はいはい、今回はちょっと、ね、その力を試したいと思いますので、はい、実力テストになります。ちょっと頑張ります。でも本当、はい、受験の英語は久しぶりですね、僕のは。じゃあでも英検一級この間受けたんでしょ。あ、そうですね、はい、僕は勉強してるわけです。まあ続けてはいますね。じゃあ、はい、ちょっと楽勝だと思います。プレッシャーがやばいな。目指すはね、慶応義塾。そうですね、はい、慶応大学部ですから。なんか英語比重高いんで、できなきゃもう話にならないんで、はい、作文もできなきゃいけないですか、ね、あ、そうですね、はい、はい、経済って知ってたら作文やらせばよかったな。じゃあ慶応目指す人だったら解けちゃう、はい、学習院の学習院、はい、はい、問題を解いてもらおうと思います。はい、わかりました。じゃあどうぞ。うわ、文法か、やばい。じゃあもうどんどん解いていっちゃいますね。はい、もうさっさと解くらしい。いやー、3番とかやったな、これ前に。え、かぶるやつだっけ。かぶるっていうヒントはないですね。だから、コロナサッカー呼んでくれたら 5% 大丈夫ですか。はい、これで大丈夫です。じゃあ、やりましょう。はい、お願いします。私、フォアな気がする。はい、では、いきます。はい、答え合わせ、自信はありますか。いや、正直ないです。なるほど、はい、じゃあ、はい、最初の問題、はい、答えはどれにしました。最初歯にしました、はい、一緒一緒、後ろも歯です。さあ何の因ですか。じゃあこれは、これは時間の因ですね。時間の因とは何分後の因です。あ、はい、The flight to Paris leaves in 15 minutes。 正解です。何とか以外にの因だよね。それは違います。え、違う。何とか以外は within です。あ、よかった、within なんで意味が違います。よかったよかった。 in 15 minutes と、あ、意味は、はい、パリへのこの、飛行機は、うん、15分後に、発車します。はい、はい、発車まあ、出発します。はい、はい、次ですね。 I wanted some cake but there was なんとか left は、さあどれにしましたか。これ迷ったんですけど、はにしました。はい、どれにしましたか。私、いいだと思います。はい、お、全員分かれました。全員正解です。はい、2が正解ですね。やっぱ、そう、なんかの方で迷ってどっちだっけっていうのを。いや、これは空欄の選択肢がなくたって何です、これ入るの。まず入るの何詞ですか。名詞。そうですね、名詞が入らなきゃいけないですね。歯は何詞ですか。 No は、 No は形容詞。はい、そうですね。だからここには文法上入れないですね。だから意味的にやっぱのその否定形が入るなっていうので、そう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 、はい、このアモレさんケーキ欲しいって言ってバーってきてるから、はい、で、ラフト残ってとか残ってないが来るはずだって分かるんですけど、名詞を入れなきゃいけません。やばいやばい、結構基本問題ですよね、これ。名詞は何。はい、はい、ということで答えは2でございました。はい、じゃあ3番ですね。はい、まあこれも基礎問題ですね。 The man looked なんとか with his child's performance というふうに、はい、どれにしましたか。歯にしました。歯にしました。はい、どれにしましたか。歯です。歯、あ、pleasing にしましたか。怖い、はい、正解でした。怖いな、嘘。いや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 、やばいやばい、嘘でしょ。これ man looked、はい、来たら、いや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 、 man looked。 あ、待って、2かな。え、わかんないよ、ロカ、え、これロカ。これロカ歯で迷って、ロですね、ですよね、はい、be pleased was ですね。なんとかに満足してるっていうね。そう、これ ED か ING かで結構出てくるやつ。そうそうそう、なんかそのどっちかを選べば間違いない。そう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 、いやだってさ、サプライズがじゃあ入ったとしたら、あ、サプライズ、サプライズという、The man looked surprised ですね、うん、あ、そういうこと、驚いてるように見えたんですね。これだってサプライズだったら驚かせる側になっちゃいますから。あ、そうだ、やっとそれ。そうだ、 pleasing だったら喜ばせる側になっちゃいますね、はい、じゃあニュースでは pleasing、 まあ pleasant で出てくることもよくありますのでご注意ください。はい、正語問題とか見てます。覚えてきます。人は、はい、感情をもらう側ですから pleased、うん、にしないといけません。 pleasure は何詞ですか。 pleasure は名詞、はい、名詞です、うん、プレザントはフランス語だよ。あ、フランス語学科ね。そう。あ、じゃあどういう意味ですか。 The man looked pleased was his child's performance。 その男の人はお子さんのパフォーマンスを見て喜んだと。今満足したみたいな。はい、満足です。はい、はい、次です。4番、I'll lend you the money なんとか condition that you return it within 6 months。 あ、ここに within いるじゃん、さっき。なんとかいない。ああ、さあ、どれでしょう。これは、はーです。は、はい、さあ、どれ選びますか。もう言いたくなくなってる。どれ選びますか。私、ロです。ロ、じゃあ、私、イで。そういうものじゃないですか。
はい、答えはハですね。あ、よかったです。おめでとう。なこれなんかオンコンディションザットの形で覚えてました。そうです、正解です、はい、はい、どういう意味ですか。私はあなたにお金を貸す、うん、6ヶ月以内に返してる条件で。そうですね、はい、6ヶ月以内に返してくれるんだったら貸しますよっていう条件でした、うん、はい、はい、正解です。また、はい、なんでこういう問題当たるんだろう、逆に、うん、そう、文法が、いやいや、要も別に基礎問題じゃない。そうまあまあもちろん字マーチとか受ける人だったら基礎問題ですけど、はい、ただ表現は知ってるけど、文法はあんま知らないかもしれない。なるほど、はい、じゃあ次ですね、はい、It was getting dark and なんとか was worse. We couldn't find our hotel、うん、ね、はい、これはできてほしいですね。そうですね、はい、これはハです、はい、うん、おお、ハです。はい、正解です、ハですね。よかったです。それはね、関係代名詞ができないと死ぬよ。関係代名詞の問題ではありません。はい、まあ一応関係代名詞のところ出てくることもあるけどね、こともあるけど、はい、これは What is worse? そうですね、はい、What is worse? っていうのはさらに悪いことにっていう表現ですね、はい、イディオム表現ですので、で、英作文ではこの過去の話の What was worse? って書かなきゃいけないので What is worse? って書いちゃう人が多い。はい、じゃあこれの意味は何ですか。だんだんと、まあ、周りが暗くなってさらに悪いことに、もう私たちの、まあ、泊まるホテルも見えなくなってしまう。見えなくなってしまう。見つからないよ。見つからなくなる。見つけることができなかった、ね、はい、はい、ということで中途半端な結果になりました。そうですね、2番目と3番目ができないということで、はい、いいんですか、コメント欄耐えられますか。いや全然、あのメンタルは強い方なんで。はい、そうなんですね。めちゃくちゃ強いよね。あのよく女の子5人と男1人なんで、さっき女の子って言ってなかった。あの一方なのかないです、一般的にその周りあの周りの方からやっぱ男いない方がいいよみたいな、男消えろよみたいな感じくるんですけど、まあ、全然気にしないんで。なんかさ、容姿とかそういうのさ、やつとさ、うん、こういうのと言われるのとはまた違くない多分。いやいや、ババアちゃんって言われるの。まあね、直接的には言わないでしょうけど。だけど形容詞を捨ててくせにこの問題を見せるのだみたいな感じは。そう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 、なんかすごいねちっこい感じのコメントが。やだやだ、コメント欄みんなババアちゃんは3ヶ月だと思ってるから。まあまあでもね、普通はほら見た目の方で耐えられないってほらね、前も脱退した人とかはいたけど、そのまあ見た目のやつに耐えられるんだったら強いと思います、うん、あ、全然問題ないです。はい、もう問題ないです、はい、で毎日来ますからね、あ、もうすごい抽象コメント必ず毎日来ます。365日。痛くない。やばいよ、後ろの女のせいだからね、バーカバーカとか言われるでしょ。痛くない。私オタクに頭いいって書かせよう。じゃあまあどういう感じだったと。はい、はい、いやちょっと勉強してきます。はい、頑張ってやってください。まあ模試とか受けてくる。あ、そうですね、はい、それでまあ、え、勉強でもどうやってやっていくんですか。基本的には、慶応の経済学部なので、まあ、英語はもう今文法からやり直して、はい、でやり直してたんですか。そう、あの今回範囲がっていう範囲今自制のとこやってたんでごめんなさい、はい、まあ、言い訳なんですけど、うん、でやってたりとか、あと長文もちろん英作文も定期的に書くようにしていて、うん、もう一個日本史も二人サプリはいはいはい、さんをあの現役の時にも使ってたんですけど、うん、またちょっと使って一からやっていこうかなっていうのが。深井さんのやつね、はい、やって小論どうすんの。小論は特殊大学経済。そうですね、小論文は、まあ、参考書でどうにかやろうかなって思ってます。はい、まあその辺のやっていきながら、まあ、おいおい追っていきますけど、はい、まあ、どれくらいやったとかね、その辺のやつを出してもらえればと思って、はい、あ、分かりました。はい、じゃあ頑張ってやってください。はい、ありがとうございます。ゆさんの実力チェックでした。いやー、次こそ頑張ろう。